コンパニ監督、いい監督だといいけどね。もう今日ね、ノムさんのね、本に書いてあった、これがもう全てだと思うのが、選手は自分に必要なことを努力すればいいんだけど、監督はチームに必要なことを選手に努力するように仕向けなきゃいけないっていう。この差は大きいですよね。自分、で逆に自分が頑張れる人って、頑張れない人の気持ちわかんないから、なんでそんなことやんないのって思っちゃうから。 でこれも一つの才能っていうか、持って生まれたものって考えると、じゃあ頑張ってない人にやらせなきゃいけないっていう。だって、ね、本を渡すことはできますけど、読むかどうかはその人次第じゃないですか。そうだ、それをこの本読みたいなってさせなきゃいけないのが監督の仕事だから、コンパニーって努力できるタイプっぽいじゃん。だって MBA とか取ってんだよ、経営学のさ。ってなると、それがね、人を率いるってなった時に、次の,の俺と同じようにやれっていうには、指導者的に言っちゃいけないもんですからね。らそうなってくるとね、コンパニーが成功するかどうかっていうのは、まあ、 コンパニーの,、ね、あのサッカーを僕は見てないのもありますけどまだ分かんないですよね当然。